おはようございます。釣り子 TV です。今日はね、ルアーマガフェス。初めてのイベントですけど、どんな感じか、ちょっとね、中をぐるぐるね、見ていきたいと思います。それでは、行ってきまーす。だといくらぐらいでの販売になるんですか？23,000円です。あ、23,000円、はい、もうそろそろぐらい早ければ4月、はい、6,000円僕はもらってるんです。はい、あの点滅するようにしてあるんですよ、はい、だからちょっとあの警告みたいな感じですけど、まあ、その後は帰着してくださいねっていう。こちらで何キロぐらいなんですか？19キロぐらいですかね。19キロ、はい、中に充電器が入ってるので、はい、ちょっと重いのと、うん、これあんまり軽くしすぎるとオートバランスが崩れちゃうので、はい、あんまり軽くすることは考えてないです。もちろんバッテリーパック自体の重さっていうのは、はい、11キロぐらい。あ、サングラーズマイスターの横田さんじゃないですか。どうも皆さん、こんにちは。三宅です。ちょっと上うるさいですけど。そうですね、盛り上がってますね。ブースはもう見て回ったんですか？はい、一通り見て回りました。三宅ズチョイスなルアーとかがあれば。そうですね、まあ、サニーブロスさんをはじめとする、うん、じゃあちょっとじゃあご紹介いたします。いや、あの初めて関東のこういった屋外イベントに参加させていただいてるんですけど、はい、関東どうですか？いや、関東もう好きになっちゃいました。本当？いや、本当そうですよ。本当に、はい、本当に。いや、そうなんです。ちょっともう魅力をたくさん お伝えできればな。じゃあまず最初のブースご紹介したいと思います。今日一日お世話になっております。こちらサニーブロスさんのブースでございます。サニーブロスさんですね、関東のイベント初出展ということで、僕もブースでお世話になっております。一番の目玉、なんといっても3連ビッグベイトでしょう。こちらですね。うわ、名前はブラッドスタイル。ビッグベイトできちゃいましたか。ついにサニーブロスからビッグベイトがリリースされるということで、こちらはですね6月中の販売を予定されているということです。でビッグベイトで一番親しまれた178サイズ、こちらでございます、はい、どっかで聞いたことあるサイズ感ですが。そうなんです、はい、もうサイズ感が、ただ今回は皆さんにこのビッグベイトって一昔前はエクストリームな世界の釣りだったけれども、徐々にユーザー層に浸透していって、今となってはもはやこのサイズが一番のベーシックである。一発目はこのベーシックな、使う人を選ばない、使い親しみ慣れたこのサイジングでの3連ですね。こちら3連ビッグベイトになっております、はい、特徴は誰でも簡単にビッグベイトを投げたことがない人でも簡単に操作することができます。こうディテールとか見ていくと顔がかっこよかったりとか、リアルなバスカラーのプリントだったりとか、あとはですね下方向に伸びるキール、個人的にこのブラッドスタイルの面白さはちょっと、まあ、数ある中でですねおすすめポイントとしたらこのキールが下についているということです。ビッグベイトを皆さん操作していてジャークだったりトゥイッチしてエビっちゃうことって経験ありますよね。このブラッドスタイルは限りなくそのエビるっていう状態を
軽減することに成功しました。フックがこのキールの中に収納されるんです。実際のところこうルアーがジャークして横にスライドした時にフックがここのキールに当たることによって糸吹けがこう出ても抱き込まないので、エビって使う時のストレス非常に軽減されております。実際のところ僕はちなみに1日これを投げさせていただいて一度もエビりませんでした。はい、それぐらい極めてエビることの少ない、そしてアクションのキレも良くて誰でも簡単に動かすことができるということですね。あとは高圧だから何かいろんな売りがないと戦っていけないと思うんですけど、はい、なんか顎のところに穴もあってるし、あ、そうなんでございます。最初のスタートの発売時はリップちょっともしかしたらつかないのかも、はいはい、つかないかもしれないんですけれども、実はリップ脱着式、はい、しかもこちらは新機構で特許を取得されております。抜き差し可能でリップのサイズに応じて泳ぐ泳装を潜航レンジを、まあ、シャローからディープまで、そして動きの幅とかも実は今開発段階で徐々にラインナップに増やされていくというような形になっております。実はテールだったりテールなんかもまあ、見慣れたこういう標準的な形がベースでついていて、その他派生系でいろんな形が出て、はい、オプションパーツみたいに出てる。そうなんです。フラットスタイルちょっとごめんなさい、どうしてもこれ一番押したいので、はい、もう一個だけセールスポイント言ってもいいですか。何個でもいいですよ、はいはい、名前の由来なんですよ、チカチカチカ、ブラッドスタイル、はい、こちらでございますね。ブラッドスタイルって、まあ、血液型みたいな意味合いがあります、はいはい。これは、まあ、リップ脱着式だったりとかテールを組み合わせることによって、はい、使い手の自分の好きなスタイルで使うことができる。血液型のように自分のお気に入りのこの一つスタイルが見つかるでしょうという意味を込められてフラットスタイルというふうに、はい、なっています。楽しみに。そうですね、6月発売でございます。ぜひ個人的には、はい、俺さっき見たあっちのナックルホック、いやそうでございますね、まあ、非常にこちらもですね開発に時間がかかりまして、はい、およそ3年、はい、実は一番最初にサニーブロスがブースイベント、はい、名古屋キープキャストで3年前出展させていただいた時に、はい、ナックルクローという名前でブース展示がありました。でサイズが4インチ強くらいのサイジングで、もっとバルキーなボディで爪も握り拳がもっとこうふっくらしたようなシルエットだったんですが、まあ、テストを重ねてより広い関西から関東までの幅広いフィールドで誰でも簡単に使える、だけれどもナックルクロー、この拳ですね、はい、拳のコンセプトはフォルムが変わっても残されて継承されています、はい、カラーラインナップが9色ですね、ラインナップありまして、はい、まあ、どれもおすすめでございます、はい、濁った時に強い濃いソリッドカラーだったりとか、はい、こういった派手なオレンジカラー、ツートンカラー、はい、そうですね、それから定番のスカッパノンだったりとかナチュラルカラーも取り揃えております。はい、ということでもう魅力を余すことなくご紹介させていただきました。個人的最高なルアーたちが取り揃えられております。ということで、はい、喋りが完璧ですね。いやいや、とんでもないです。いやいやいや、とんでもないです。本当に2、3年ぶりに会ったから、はい、なんかパワーアップしますね。いや、いやここまでいろいろ、はい、ありました。はい、食べる人だなーっていうか、うまい人だなと思ってたんですけど、はい、もう完璧ですね。いや、釣り子さんにはかないません。いやいやいや、ね、アイドル的なのを目指してる。いやアイドル、そう、唯一無二になりたいなと思いますね。いや、はい、他にない感じ。そうですね。ドラクバリお兄さんの、はい、ね、企画もすごい。あ、そうなんです、ね、盛況いただきまして100名を超えるお客様に集まっていただきました、はい、実は明日も日曜日はメインステージでやらせていただくことが決まっていたりとか、はい、徐々に徐々にですね、実はこれ、はい、あの1週間はちょっと言い過ぎかもしれないんですけど、はい、急遽このイベントであのやらせていただけるというお話をいただきまして、
で、もう急ピッチで進めてまいりました。にもかかわらずたくさんの皆さんに集まっていただいて、いや本当に嬉しかったです。はい、まずですね、この場を借りてこんな素敵な楽しい場所を提供していただいてありがとうございます。ありがとうございます。まあ、ルアーメーカーにさあ、じゃあどんどん行きましょうかね。まあ僕も大好きなこの季節おすすめの、僕の大好きなオフセットのスイムジグカーバーですね、イズムさんです。はい、はい、なんとブースが隣で、そうなんですよ。本当に魅力的なルアーが取り揃えられております、イズムさんで。実はちょっと小耳に挟んだ情報なんですけど、はいはい、今年の6月に実は新しいインフィニットブレードシリーズ竿です、はい、今回はなんと2ピースでご用意があるみたいなんです。ちょっとこの情報実は今日展示しているみたいなので、はい、で、これからね SNS とかでどん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 情報が公開されていくということなので、できます。はい、こちらですね。はい、ということで実はですね、僕の最近親友ができました、はい、実はイズムのプロスタッフでもある上野くんが、はい、アングラーズマイスターとして、そうなんです、僕正直アングラーズマイスターになってからこの上野くんと知り合いまして、はいはい、いや非常に僕より実は年下で、はいはい、今年21歳なんです。はい、そうですね、はい、よっぽど釣りってんなって焼け方してますね。このタイミングでこの黒さおかしいだろう、はい、そうですね、かなり焼けちゃってるんですけど、ちょっと釣り行き過ぎじゃないですかっていう肌の色が出てますね。はい、アングラーズマイスターのバス部門で関東を代表する、はい、上野先生です。はい、よろしくお願いします。お願いします。今日はイズムブースで、はい、今日はイズムブースでずっと1日いますので、はい、明日もいますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということでですね、まあせっかくなので、はい、アングラーズマイスターの上野くんに、はい、何やら、はい、インフィニットブレードシリーズに新しいモデルが登場するということで、はい、はい、出ちゃいます、はいはい、ちょっと早速ご紹介いただきたいんですけれども、はい、今年の、はい、6月に、発売になります、はい、インフィニットブレード、RE という、新シリーズになります、はい、この RE っていうシリーズは、元来、ワンピースモデルが、バスの市場の中では、主流になってきたんですけど、はい、この RE というモデルは、2ピースになっておりまして、通常ではそのワンピースが、主流になってきたのはそのワンピースに対して、ネガティブな、イメージを持っている方々が、多いと思うんですけど、はい、それを逆転の発想で、2ピースモデルで2ピースモデルにしかできないっていう、あえてその2ピースにしかできないっていうところを、フューチャーした、はい、モデルになっていまして、まあ、ぜひ皆さんに手に取ってもらって、まあ、試聴というか、まあ、試してもらえればいいかなと思います。いつものロットはなんかデザインがいつもなんか締まった感じで、はい、かっこいいですね、はい、なんかさらに締まった。そうですね、特にこのブラックエンドシリーズを彷彿とされるような、なんかちょっと黒を基調としたシックな感じで、ちょっと大人モダンみたいな。でさっきからその2ピースだからこそみたいな、そのちょっとどういうことなのかなって詳しくちょっと聞いて聞きたいですね。まあワンピースにしかできない、はい、ワンピースが主流になってたからできなかったっていうことなんですけど、はい、2ピースにすることによって、はい、その強度的に不安があったっていうことがあって、そのバットをすごいガチガチにしてティップを柔らかくする。例えばわかります、バットをヘビークラスにして先をウルトラライトにします、はい、そうなると絶対装置 100% どっかで折れるんですよ、はい、なんですけど、それをあえて2ピースにすることによってその破断強度を、格段に上げることに、成功しています。で、まあ、例えばこれなんですけど、610、バットが H で、ティップが MH になってます、はい、でそれによってその MH を使っているような操作感でかけた後はヘビークラスを使っているような感覚でそのロッドが使えるので、非常におすすめの番手となっております。それぞれのセクションでこの違うパワーを組み合わせることによって今まで表現できなかった、はい、そういったロッドの、そうですね、そうですね、その今まで表現できなかったそのバットパワーというかロッドの強さを、表現できるっていう形になっています。ちなみに関東だとどこら辺のモデルがドンピシャでも一番好きなモデルでもいいので、はい、
まあ、僕的にはこの 610MH の H っていう竿になっています。でこの竿は、まあ、ティップが、MH なので、はい、そのライトテキサスとかを、メインに使っていますけど、まあ、その 5g とか、はい、そういうテキサスを使った時に、はい、どうしてもそのティップがガチガチすぎて、はい、なかなか投げにくいっていうことがあるんですけど、はい、ティップが柔らかいんでかけた後もかけた後はすごいヘビークラスの強さでやり取りできるのに、ティップが柔らかいからすごいキャストがしやすいんですね。でそういう意味でその扱いやすくてその2ピースならではの、良さが出ているのですごいおすすめの番手というか、関東では関東のカバ打ちに関しては、かなりおすすめの番手になっておりますということで、はい、イズム製品非常に目が離せない1年となりそうですね。はい、これからもですねちょっとまあイズムのイズムサニーブロス、まあ、垣根を越えてですね、はい、アングラーズマイスターとしてよりバス業界を盛り上げていこうね。はい、盛り上げていきましょう。イエーイ。はい、ということでイズムブースでございました。こちらはですね僕が個人的に大好きなレインウェア専門ブランドのブースです。まさかこのイベントに出展されてるとは思ってなかったので個人的にはすごく嬉しかったです。はい、すごく高性能なカッパを着用させていただいておりまして、なのでちょっとざっくり紹介ですねさせていただきたいと思います。もともとキーウっていうのはタウンユースとかアウトドアざっくりとした、まあ、キャンプ行くよとか、はい、そういったその広いジャンルでのアウトドアに向けたちょっとファッショナブルな、はい、レインウェアをメインで取り扱っていらっしゃいます、はい、で、今年からですねなんとフィッシング部門でもフィッシングでちゃんと機能美この辺にカラビナつけてラインカッターつけれたりとかここにもついてますね。フィッシングラインってのがあったわけじゃないではなくて今年から発売されるということで、もともと横田くんが気になってるっていうかピックアップしてたところが釣り部門も、そうなんです。だから僕はちょっとそのもうなんかアパレルの部門から見て、うん、ファッショナブルで機能性があっておしゃれなカッパっていうのをずっと探していて、はい、でそれが、まあ、このキウっていうブランドでした。でそこからですねちゃんとこう釣りにもっとフォーカスを当てていくということで、こうやってこれハーフパンツなんですけど、まあ、ここにポケットがついていて、大口のポケットこちらもですね、はい、チャックがついてあったりとか、はいはい、あとは完全に裏テープでもう止められてるので縫い目からだいたいカッパってこう縫い目から浸水してくるんですが、全部テープで止められているので、はい、で大口のこれフィッシング用の新作みたいです。はい、なのでちょっとこう濡れてしまう、その濡れてしまうと困るものは入れることはできませんけれども、大口のポケットなんかはね、そうですね、雨ざらしでも前提だから、はい、後ろに大きなポケットが3つとフロントにここにポケットがついておりまして、これおかっぱりでいいね、はい、これそうなんです。で背面ポケット価格帯も結構リーズナブル、6500円、税込みタックスインで7150円、ありだね、はい、でこちらのパンツに関してはまあ、このこちらですね、ごめんなさい、はい、7150円、こちらも7150円なんですが、はい、耐水圧が2万ミリなんですよ。ありだね。そうなんです。あ、なので相当高級なカッパ、本来まあ数万円台してもおかしくないような機能美がちゃんと素材だったりとか機能美がしっかりついていて、まあ7150円という結構リーズナブル、コストパフォーマンスに優れたレインウェアですね。僕はちなみに17000円ぐらいする、フォーポケットっていう、はい、あのジャケットを使わせていただいてるんですけど、はい、今ネットオフィシャルで、うん、セールやられてるみたいで、はい、そうなんです。だから気になった方はちょっとあのオフィシャルサイト Q ちょっと見ていただいて、会場でこうやって実際に触ってで自分なんかもこれ具体的に見たらやっぱ欲しくなっちゃうから、はい、そういうイベントありがたいね、はい、結構パッカブルに、はい、あの収納できるので、はい、まあ、濡れた服あのレインウェアを専用のポーチがついておりまして、はい、畳んで入れることもできるので、はい、なんかこの辺もバッグも
防水になっていたりとか、ハット類も防水になっていたりとか、こだわりを素晴らしい感じます、はい、おすすめでございます、はい、ラストです、はい、すいません、はい、3回勝負、はい、黄色と黄緑が熱いです、はい、はい、じゃあ紫、紫メタルクロー、お、メタルクロースピン、おお、あー、茶色、ラムシジグ、ラムシジグ、はい、そして白、オステルスイマー、1000円でよくないですか、これ1000円でステルスイマー、これがほぼ外れみたいな、天下花だ、ありがとうございます、やったー、今方はトッパラですよ、トッパラですね、はい、ちょっと改めて、はい、SNS とかでルアー配りお兄さん気になってるんですけど、はい、今回もフェスの中ではちょっとイベントとしては一番の盛り上がりだったっていうことで、はい、そうなんです、思いとかを語っていただけると、実はこのルアマガフェスでルアー配りお兄さんをやるっていうのは突然決まったことなんですよ、全く自分の中に予定はなかったんですけれども、まあ、心よくお声掛けいただきまして、よかったらどうですかというお話をいただきまして、ぜひということでやらせていただきました。そもそもわからない人に向けて、はい、ルアー配りお兄さんって何なんですか？そうですね、ルアー配りお兄さんというのは、僕は今アングラーズマイスターとして活動させていただいてるんですけれども、アングラズマイスターは毎月10万円釣り支援金をもらって、そのお金で釣りに関わる活動をしています。で、僕はその10万円を全部ルアーにつぎ込んで、毎月だいたい2から3会場ぐらいですね、まあ本当に全国、滋賀であったり大阪であったり、この間福岡であったりとか、全国アンギャ中でございます。で、その10万円分のルアーを集まってくださった視聴者の皆さんだったりファンの方に抽選でお配りするっていうようなイベントを開催してます。まあ、なんかこのルアー配りお兄さんっていう言葉だけを聞くと、なんだかすごく突拍子もない、よくわからないイベント、何のためにやってるんだ、なんか結構、まあ正直賛否あります。ルアー配りお兄さんっていうことだけを聞くと、なんだか突拍子もないイベントで、何のためにやっているか、何が目的なのか、全然なかなか、まあ、正直見えてこないとは思うんですけれども、僕は実はこのイベントに人生をかけていて、でそれもなんでかっていうと、僕は釣り業界でナンバーワンの知名度を持ったメディアスターになりたいと本気で思ってます。子どもの頃バス釣りを始めた頃、雑誌とかメディアで活躍されているプロの方々を見て、僕が憧れたように、僕を見て感動だったりとか憧れを抱いていただけるような、そんな人になりたいとずっと思ってました。で、業界で有名になるとか知名度を上げていく、生き残っていく、いろんなやり方があると思います。もちろんセオリーとして何か大会に出て結果を残す、これも一つの正解の道だと思うんですけれども、僕は本当の真のナンバーワンになりたくて、誰もやったことのないことをやるからこそその道の一番になれると僕は信じてます。だから誰も、もちろんこんなルアーを10万円分買って毎月全国で配り歩くなんて、そんなことを業界の人今まで誰もやったことないです。だからこそ僕は他の人とは異なるやり方で、輝き方で、自分にしかできないこのアングラーズマイスターっていう制度を最大限使って、自分の認知度向上、
もちろんそれがあるんですけれども、最近だと漁協さんとコミュニケーションを取って釣り場の清掃活動をさせていただいたりとか、参加させていただいたりとか、ゆくゆくはですね、まあ、地域のお世話になってる釣り道具屋さんでルアーを買ってるので、釣り業界の発展だったりとか環境保全だったりとか、業界をもっと活性化する、そんな業界をもっと活性化できて、みんなが幸せになるような、みんなが笑顔になるような、そんなイベントに発展させたいなって思ってます。まあ、そもそもあれですね、あの前澤ファンドの出資のプロジェクトなので、まあ、お金配りおじさんから着想を得てます。お金配りおじさんからの、まあ、ルアー配りお兄さんみたいな感じで、なんか我ながらちょっと面白いの考えたなって思ったんですよね。まあ横田圭介あるところにルアー配りの気配あり、そういうことですね。一度聞いたら忘れらんないなって。いやもうそうなんですよ。このルアー配りお兄さんをきっかけに、僕はゴールデンのテレビ番組の出演も狙っています。釣り業界でゴールデンのテレビ番組に出て、なおかつ釣りの実況もガチンコでやってる方、これ探しても見つからないと思うんです。例えば有名どころで行くと、実はもうちょっと終わっちゃうんですけど、アウトデラックスみたいな番組だったりとか、僕の、住んでる中部地区では有名なオードリーさんぜひ会ってほしいんですとか、 PS ゴールドとか、あとは月曜から夜更かしとか、お茶の間のメディアスターになるための、そしてゆくゆくはそれが全部釣り業界につながるような、そんな架け橋になるような男になりたい。そのためにはとにかく目立って、でも誰もやってないやり方で目立つ、その信念はこれからもずっと続きます。なので、まあ、インスタとか各種 SNS で結構こうルアー配りお兄さんっていうのを目にする機会がこれからもっともっと増えていくと思います。そんな時はぜひ、あ、なんかこんなこと言ってたな、近所だから行ってみようかなみたいな軽いノリで大丈夫です。皆さんのたくさんのご参加、これからもお待ちしております。